こんにちは、学生リポーターの竹内彩香です。本日は私の通う駒澤大学をご紹介いたします。都心渋谷から近く閑静な住宅街にあるこの駒澤キャンパスで学生たちはどのように過ごしているのでしょうか。早速見に行ってみましょう。おしゃれで自由な駒澤大学、7つの学部が4年間同じキャンパスで学びます。1年生から4年生まで学部の違う学生同士の交流も盛んです。駒沢オリンピック公園にも隣接し、緑と開放感あふれる環境です。まずは2018年に完成したばかりの新校舎、主月館をご紹介します。主月館は大学の開校130周年を記念して建てられました。この最新の校舎で学生たちはどんなことを学んでいるのでしょうか。主月館は広々としていて、とても落ち着いた雰囲気なので、授業終わりに友達とすぐにこう情報を共有することができて、授業で分からなかったところを友達と共有して疑問を解決したり、あとは知らなかったこととか未知なか分からなかったことを新たな発見がすることができます。統計分析をする力っていうのが一番身についたなって感じてるのと、あとはグループワークを通して主体的に発言する力であったり傾聴力っていうのを身につけたなって感じています。幅広い年齢の方からお話を聞く中で、たくさんの視点が得れるなと感じたんです。一つの問題に対してもいろんな視点を得れる、一つのキャンパスに多くの学部の学生がいるっていうのも同じことだと思うんですけど、そういういろんな人からの意見を聞くことが一つの成長につながるなと感じています。続いて経済学部の矢野先生にもお話を伺ってみました。例えばこの主月館では学生たちが自学自習する場所もありますし、パソコンを使うような部屋もございます。自主的な勉強学びということを非常に重視しているというのが駒澤大学の特徴です。経済学の面白さを教えてください。消費者と生産者の関係を研究するというのが経済学の基本的な考え方で、私が思うに、ごく日常のありふれた出来事を研究するというのが経済学の大変面白いところですね。世界経済を救ったり日本経済を救ったりという非常に重要な分野だと思います。ぜひ経済学部に入って経済のことを勉強して、社会に貢献できるような知識を身につけてほしいと思っています。文系のイメージが強い駒澤大学ですが、実は最先端の施設と機器を用いた教育と研究も行われています。今回は特別に医療健康科学部の施設を見せていただきます。先生、こちらのリニア区室とはどのようなお部屋なんですか。ここはがんの放射線治療に使われるリニアクという装置が設備されているお部屋になります。この装置が実際にがん治療に使われているリニアクという装置になります。この装置は最新の装置で、現在大学病院に設置されているような装置と全く同じものがここには設置されています。学生たちはこの装置を使ってこの装置のオペレーションをここで学んだり、あとはこの装置から発生する放射線を管理するための技術ですね、こういった装置を使って管理する技術っていうのを学ぶようなお部屋になっています。この施設ならではの魅力を教えてください。この施設のこの装置は教育研究専用になりますので、いつでも利用できるということと、それを学びに活かせるというメリットがあると思います。最新の設備を使えるっていうのは学生にとって最大の魅力だと思います。実際に卒業した後に病院に行った時に全く同じシステムを使えるということで、すぐに実践ができるという力が養われているということになります。学生たちにどのように成長してほしいとお考えですか。今日本の患者さんの2人に1人っていうのががんになる時代で、その中の、欧米では2人、その半分が何らかの形で放射線治療を受けるっていう時代になっています。でそういう時代になってきているんですが、実際にこういった高度な機器をですね、操作するっていうできるような人材っていうのが十分に育成されていないっていうのが今現状としてあります。高度な治療は発達してますが、それを扱える人材がいないと、それをですね、全国の患者さんに届けることができない。それをオペレーションできる確かな知識を持った人間を育てていくっていうのが今求められていることになっています。
放射線医学の基礎ですねを培うだけではなくて、こういった装置を使った実践力ですねっていうのを身につけてですね、実際の臨床の現場で患者さんのためにすぐに役に立てるような診療放射線技師に育ってもらいたいと考えています。学生にも話を聞いてみました。ここは大学で患者さんもいないので失敗ができるので、ここでの研究とか、あとはまあ実験で得た経験っていうのは、その将来自分のために活かせるかなと思っています。歴史と伝統のある駒澤大学には、こちらの座禅堂という施設もあります。今回は私も座禅を体験させてもらいました。この駒澤大学では、もっと私たち その基本的な問題、人間とは何かとか、生きるとはどういうことかとか、そしてどのように生きたらいいのかとかですね、そういうことを仏教の教えを基本として教わることができる。そしてこの座禅というですね、非常に素晴らしいこの実践を体験できる、それが駒澤大学の特徴じゃないかと思っております。こちらの禅文化歴史博物館は国内外に例のないユニークで新しい博物館です。禅の文化や1592年までに起源を遡る大学の歴史などが展示されています。博物館学の授業の実習にも使われているんですよ。駒澤大学にはこんなにも長い歴史があるんですね。いかがでしたか？都心から近く、おしゃれで緑あふれる駒澤大学、充実したキャンパスライフを送ることができます。このキャンパスで楽しく学んでみませんか？